今回も始まりました一体感 YSC。 それでは早速ゲストをお呼びしましょう。今回のゲストはこの方々です。はい、今回なんと3名来ていただきました、ありがたいね。お願いします。はい、お願いします。背番号40番、ゴールキーパー、松岡さんと同じ阪南大学、卒業の、奈良下駒です。お願いします。お願いします。お願いします。Hi guys, I'm Satoshi Osugi, number 31. ちょ待って、何語喋ってんの？あ、英語です。はい、英語で喋ってさ、誰が通訳すんのよ。いや、松岡さん。はい、僕。はい、どうもすいません、帰国子女です。兵庫県からの帰国子女、松岡がちょっと通訳させてもらいます。じゃあお願いします。 Hi guys, I'm Satoshi Osugi, number 31, 24 years old. I came here, I came this club from the club in Australia. And yeah, I'm from Shizuoka City. So I'm so happy to play in local club in Fujieda. Thank you very much. よいしょ。はい、こんにちは、大杉です。日本の藤枝に来れて本当にベリーハッピーです。ローカルクラブである藤枝に来れてベリーハッピーです。繰り返ってる。ベリーハッピー2回目です。ベリーハッピー2回目です。よろしくお願いします。よいしょ。どうでした？合ってました？大体合ってました。嘘つけ。結構省きましたよ。長さが違った。そう、はい、70点。最後しか記憶ないんだけど。ベリーハッピー2回だった。2回だった。ちょネイティブすぎたかな。そうですね、ごめん。僕が追いついてなかったかも。日本で育った英語なんで私、申し訳ない。じゃあ次行きましょうか。はい、背番号21。Meu nome é Matheus. Eu sou brasileiro. Eu tenho 27 anos. Eu vim pro Japão. Este é meu terceiro ano no Japão.E o que eu mais gosto no Japão, e eu acho muito atrativo e bonita, é a cultura japonesa e a história que o país tem, o jeito que as pessoas são. O meu sonho em vir para o Japão é ser o melhor goleiro do Japão. Yoroshiku onegai shimasu. Yoshi! Sá, tsuyaku, onegai shimasu. Iya, wakaru kai? Iigo nara mada shirazu. Brasil kara no kikoku shite nai desu yo, kocchi. Matsuoka san, dame desu ka? Iya, ikemasu.では、はい、お願いします。行きます。こんにちは、マテウスです。ブラジルから来ました。本当に皆さんと出会えて光栄で、ローカルクラブである藤枝に来れてベリーハッピーです。みんなと一緒にサッカーできること楽しみにしてますし、ローカルクラブである藤枝に来れてベリーハッピーです。いやいやいや、大杉選手と同じこと言ってますよ。どうでしょう、同じこと言ってましたっけ。40% ぐらい。 40% ぐらい思います。厳しい、こっちの方が通訳できます。私の通訳決まりました、マテウスです。はい、お願いします。素晴らしい、ポテンシャルが素晴らしい。いや、すごいですね。今まで YSC にこれだけ日本語じゃない言葉飛び交うことありました。そうだね。はい、そんな3人のキーパーの方々に私教えていただくわけなんですよ。大丈夫かなってちょっと不安なんですけど。もちろん。何を教えていただけるんでしょうか ね。はいはい、じゃあ奈良下君。はい、僕はやっぱキーパーの基本である正面キャッチをしっかり丁寧に教えていきたいと思います。おっ、まあ、僕も同じくあのゴールキーパーの基本であるあのゴロのキャッチを教えていきたいと思います。よいしょ。僕はハイボールのキャッチ教えます。よいしょ。日本語上手。日本語上手。日本語上手やな。めっちゃ上手やな。まだまだ素晴らしい、はい、じゃあその教えていただくにあたって、うん、今回あのお呼びするニックネームを決めたいんですが、 そちらは何て呼ばれたいかとかってもう決まってますか、うん、じゃあ僕は、はい、親父が奈良下明という元日本代表なんで。そうだったの。ジュニアでお願いします。
奈良橋いらず、はい、ジュニア、ジュニアで、ジュニアでお願いします。わお、結構ジュニアいるよ。はい、高いも。いきます。大丈夫？大丈夫です。さあ、まあ僕は結構ここ入る前杉とか呼ばれてたんですけど、でも杉さんがいるんで。そうだね、はい。なんで、まあ、杉はできないとして、オーストラリアの時に、トシか、トシって言われてたんで。え、何が違うの？トシか、トシって。めっちゃ発音、めっちゃ発音やん。難しいよ。サトシ、サトシのトシ、トシが、それが発生して、どこ取ってんの？トシが発生して、トシ。めっちゃ発音やん。発音いいな。腹立つなぁ、こいつ。じゃあ今日はじゃあ、トシで。トシか。言える？サトシ。僕は、マテウスでお願いします。マテウスで、あ、はい、シンプルね、シンプルね。みんなからは何て言われてるの？みんなチームメイトから、チームメイト、キッパーの中にみんなは時々マテで、マテ、うん、マテって日本語あるの知ってる？ワイト、あ、分かります、分かります、待って、ま、ちょっと待ってください。そうそうそう。で、試合中なんか待てとか言ったら、あ、そうですね、時々みんなはちょっとジョークします。ジョークする？ちょっと待ってます、ください。おい、ちょっといただけんわ。ちょっと待てます。ありがとうございます。じゃあ待てます、マテウスで呼んでいいか？はい、マテウスでお願いします、はい、じゃあ決まりました、はい、ではよろしくお願いします。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 